熱海市などでいわゆる白タク行為をした疑いで指示役を含む中国人4人が逮捕されました。地元のタクシー会社は安心材料の一つと話し、今回の摘発で違法行為がなくなることを期待しています。午前8時過ぎです。男が捜査に連れて警察署に入ります。道路運送法違反の疑いで昨日逮捕されたのは東京都江東区の職業不詳梁光雄容疑者52歳らいずれも中国籍の4人です。警察によりますと、梁容疑者らは今年8月、中国人観光客7人を車に乗せ、都内のホテルから観光地を経由し、熱海海上花火大会の会場まで、いわゆる白タク行為をした疑いが持たれています。今年5月以降、県警は白タク行為をした外国人運転手を逮捕してきましたが、今回、指示役や仲介役の関与にまで踏み込みました。今回摘発された中国人グループによる白タク行為の流れです。観光客が中国の旅行会社にアプリでツアーを申し込み、旅行会社が指示役に仕事を依頼します。指示役は仲介役に車の提供者とドライバーの確保を依頼、仲介役が複数人いる車の提供者とドライバーを調整し、外国人観光客を乗せ料金を受け取っていたとみられています。年間を通して実施される熱海海上花火大会、地元の人によりますと、コロナ禍を経てインバウンド需要が回復し、外国人観光客が増えているといいます。地元のタクシー会社にとって花火大会の開催日は大切な書き入れ時です。その売り上げを違法な白タクに奪われることに頭を悩ませていました。お客さんそのものはインバウンドで、かなり増えてきていると思います。お客さんを結局熱海に連れてきて、それで伊豆を回ってお帰りになられるということでね、まあ、これは非常に私たちにとっては影響が大きいなというふうなことは思っています。客がタクシーを1日利用した時の売り上げは1台7万円から8万円。今回の摘発で白タク行為がなくなることを期待しています。安心材料の一つですね。やっぱこのまま野放しになって、白タク行為が非常に多くなってくるっていうと、安全面のこともありますので。県警は今後、中国人による組織的な犯行の可能性も視野に、全容解明に努める方針です。